こんにちは、うちなみものバンドです。
1年ぐらい前、あれ1年ぐらい前にムンムンからちょっとジャパフューで合同やんないって言われて、本当は今年の LNC にやる予定だったんですけど、ちょっといろいろあって延期になって今日になりました。1年越しの実現です。で、今や…あ、めちゃくちゃ紹介バンマスのブンブンです。よろしくお願いします。1曲目にお送りしたのがカルメラっていう日本のバンドのスワローっていう曲です。で、ソリストがいっぱいいたので紹介したいと思うんですけど、いなくなっちゃったの。いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。もう一回おいで、紹介してあげるから。はい、おいで、おいで。じゃあまずトロンボーンソロやってくれました、はるこちゃんです。たけちゃんおいで、たけちゃん。ピンバレスのソロやってくれました、やちんです。あ、はい、来ました。アルトサックスでソロ吹いてくれました、1年生のたけちゃんです。はい、3年生も吹いてくれました、また1年生のゆきちゃんです。で、お曲全部球場も用意してきています。で、次にやる曲はトライフォースというバンドのサンセットイエローオーバードライブっていう有名なのかな、では、まあ、トライフォースの中だと有名らしい曲です。そうでもないですか。ちょっと編成が変わるんですけど、ボーンとアルトとバカスが一人の編成でお送りさせていただきます。で、2曲目聴いてきてください。
はい、ありがとうございます。今の曲もソリストがいたので2人ですね、紹介させていただきます。まず4年生の翔吾さんです。ありがとうございます。あとこっちは部長のピアノソロ佐藤元也です。で、次の、これ2人で1曲ずつ出して自分が出した曲の放題をしてやってるんですけど、次の曲も僕が出した曲で、次残り3曲、これ次ある曲以外の3曲日本のフュージョンなんですけど、次の曲だけちょっとアメリカのギタリストのクレイグ・シャルマっていう人の曲をちょっとやらせていただきます。で、打って変わってしっとりした曲なので、ゆったり聴いていただければなと思います。あ、全員3年ですね。おー、恥ずかしいです、そこで。皆さん、曲で聴いていってください。
はい、ありがとうございました。今曲もソリストを紹介します。どっち先にしようかな。まあいいや、ギターで B メロずっとソロやってくれてました吉田修くんです。で、あとテナーサックスですね、ソロやってくれました、と阿部リリコくんで、阿部リリコさんです。で、あと畑又部長ですね、またソロ取ってくれました、元谷くんです。じゃあ、ブーブーあとはよろしく。次の曲の紹介をしたいと思います。T スクエアというバンドのナブザットチャップという曲をやります。最後の曲は全員でやりたいと思います。で、ソリストを先に紹介したいと思います。まずギター吉田修です。最初にギター歌手に混じってシェイカーを振ってもらいます。あとアルトサックスたけちゃん、もう一回ソロやってもらいます。このバンドソロはなかったんですけど、全部激重のベースを頑張って弾いてくれました、ラリサです。というわけで最後の曲に行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで楽しんでください。Thank you.
ます。